もう僕圧倒的に一番好きですね、これが。この好きな自分の映画に自分たちが作った曲のタイトルを入れていただくっていう、もう監督の愛をすごく感じましたし、僕らがやらない方がいいんじゃないかなっていうところまで一回行きましたね。タケルがそれはありえないと佐藤タケルとワンオクロックとルローニケンシンですかね。それがもうバーンってハマった瞬間をなんか感じて腑に落ちたっていう、やっぱタケルにしかできなかったなっていうのをこの映画を見るたびにやっぱすげえ感じるんですよね。求められるアクションのクオリティって多分どんどん上がってってると思うんで、相当しんどかったと思いますし、面白いことにルロニケンシンの新作が出るたびに新しいチャレンジをちょうどしてる段階なんですよ、ワンオクロックって。葛藤だったりとか、まあ、時代を変えるために前に突き進んでいく、そのためにこう剣を振るって相手を倒していく、で圧倒的に孤独であって優しさも寂しさも持ち合わせてるっていう、そのなんか剣心自体の人間性にフォーカスを当てて、今のバンドとしての向いてる方向性みたいなものもこうリンクさせながら曲を作っていったって感じですね。まあ本当に共に歩んできた同士ですね。まあ、本当にありがとうっていう感じです。